LED ライトで照らすとイラストが現れるパネルに、放置竹林を活用した竹の炭のインクで印刷した SDGs な製品、福岡国際センターで始まった九州印刷情報産業展には印刷関連の企業105社が出展しています。こちらは印刷ラベルの汚れなどを検品できる機器で、人員の削減が期待できることから、この10年で9倍ほど売り上げを伸ばしているということです。こちらでは印刷だけでなく、印刷物のデザインの分析まで行っています。このモモピを分析するとどうなるんでしょうか。モモピはエレガントという結果が出ました。印刷業界の市場規模はペーパーレス化が進んだことによって、この20年でおよそ4割縮小しています。そのため単純な印刷だけでなく、付加価値のある商品に注目が集まっています。この展示会は一般の人も入場可能で、明日まで開かれています。